奈良市立鈴見坂小学校は奈良県奈良市の公立小学校。前身のまた新社第一番小学は1874年学生の下で当時の奈良町に初めて開校した小学校である。1878年に現在地へ移転し幾度かの校名変更を経て1947年に現校名となる。高地は 東大寺手外門の内側、奈良公園内にある。鈴見坂小学校は、奈良と京都を結ぶ街道沿い、東大寺手外門のすぐ東側に所在する。奈良市立鈴見坂北小学校と共に、奈良中心部の北の玄関口を航区とする、小学校である。鈴見坂小学校は1878年に、東大寺総を地員に移転後、周辺の土地を順次購入して、 高地を拡張した。このため、鈴見坂小学校の高地は、奈良公園内にある。鈴見坂小学校は、いわゆる奈良北町に所在し、校区内には、東大寺、半屋寺、北山十八軒湖、三笠温泉郷、うぐいすの滝などの名所があり、観光地域、商店街地域、住宅地域が形成され、歴史ある店舗や、古い街並みが残っている。鈴見坂は、 もともと見坂と書く。元の東大寺八幡宮現在の田向山八幡神社では、旧暦の9月3日に、手外会と呼ばれる祭礼が、手外門を、お旅所として行われてきた。この手外会では、手外門の東方、正倉院方面へ登る、緩やかな坂道が、学人総学の場所として利用され、いつしか、鈴見坂と呼ばれるようになったとされる。鎌倉時代になると、 鈴見坂は、現在の鈴見坂小学校の高地にあたる、東大寺尊松院周辺の地名となった。東大寺尊松院は後に、東大寺別当となる光、佐都氏の手により、華厳宗新言宗を見学する、東大寺のシーンとして946年に、建立された。村上天皇の御願寺となり、東南院、西室とともに、 東大寺の三大院下の一つとして、学僧を輩出したが、1567年の東大寺大仏殿の戦いで、正五蔵を残して消失した。消失後、僧文寺院と名が改められ同社が建てられた。1878年、北三角小学校が東大寺僧文寺院に移転する際、旧東大寺尊松院の地名。 鈴見坂と大阪が大阪へ改名した例に倣い、北三角小学校は鈴見坂小学校と改名された。東大寺尊松院の建物として、小室を免れた、小五像は1894年に、所蔵の教官と共に、宮内省に兼納され、小僧院内に移転した。鈴見坂小学校には2期の礎石のみが現存している。 1973年に発行された資料をもとに記述したため内容が古くなっている可能性がある。ただし公式ウェブページによると児童像は1973年より変わっていない。1973年に発行された参考文献によると鈴見坂小学校での教育は奈良県や奈良市の学校教育方針指針に基づくとしている。 具体的に設定された児童像、学校像を参考文献より引用する。児童像、学校像以上、奈良市立鼓坂小学校編、鼓坂、創立100年記念誌奈良市立鼓坂小学校、創立100年記念事業推進委員会、1973年、72ページより引用。児童像の一番目には、心と体を健康に、 命を大切にする人間を育てるという願いが、児童像の2番目には、真理を追求し、実践力のある人間を育てるという願いが、児童像の3番目には、人間尊重の精神を持つ人間を育てるという願いがそれぞれ込められている。これら児童像は、童話教育を、教育過程の全領域の中核に位置づけて、人権を尊重し、不当な差別や不合理、 矛盾を許さない教育を実践する方針から導かれている。学校像には、障害児教育を正しく位置づけ、教師、府警、地域の連携を密にして、児童の可能性を引き出し、高めるという願いが込められている。特筆される校舎として、行動、本館がある。現、鈴見坂小学校の校舎は1934年の、 室戸台風により大きな被害を受けた。坑道、本館はこの災害復旧の一環として1936年に完成した。坑道、本館は、破風作りの大屋根を持つ、純和風の鉄筋コンクリート作りの建物である。壁は、白いモルタルで、玄関には、大型自動車が横付けできる規模の車寄せがある。当時の奈良市は、 公会堂を所有していなかったため、この建物を公会堂として兼用することが考えられていた。完成当時、公道には映写機が装備され、床面積を減らさないよう映写室が天井釣りになっていたという。また、純和風の外装だけでなく、例えば、玄関の下足室の出入り口には、上部が半円にくり抜かれた特徴的な衣装が、 公道の床にはモザイク張りが施されているなど、建物各所に特徴的な一生が見られる。当時の学校建築は、洋風のコンクリート作りが一般であったが、鈴見坂小学校の立地上、洋風の建物では、付近の景観と不似合いであるため、当時の奈良市長、石原善三郎が、寺院建築様式の建物を構想したという経緯がある。走行時期は、 当時の金額で87,227円に、上り、予定金額よりも4,000円超過したため、司会で問題となった。市長は一案を思いつき、焦燥院の隣であることを考慮して、和風の防火建物で建設したと区内省に申し出て、超過分4,000円を区内省から貸金として獲得し、事なきを得たという。 2006年現在の鶴見坂小学校の校区は以下の通りである。列挙の地名は全て奈良市内に所在する。校区の変遷に関しては校区の変遷説を参照のこと。1871年に文部省が創設され学校制度全般にわたる法律の基礎が開始された。文部省は国民教育を講師により差別しないとの立場から 1872年3月に、私塾や寺小屋も国の認可が必要であるとの布告を各府県に通達した。この布告から1ヶ月の4月、奈良町では、私塾の教師と有識者が私塾、寺小屋の廃止、統合と私学校の設立について話し合った。結果、奈良町の北部と南部にそれぞれ一つずつ、二つの私学校を設けることになった。 奈良町の北部、北袋町には、文部館の受学教師であった佐々木育田タ宅を、学者とする、民教館が開設された。児童の増加に合わせて、民教館は、北魚や東町の元寄り木の再藤宅、さらに、笹鉾町の清国院に移転する。1872年に、大城館布告により、学生が発布され、 さらに学生の最速である小学校校則が制定された。この時規定された小学校は義務教育として6歳から13歳の児童を教育する機関と位置づけられ、さらに初等教育を普及させるため日本全国で学区組織を設定することを定めた。学区組織において奈良町は第一大区となり、 さらに第一大区を五小区に分けることとなった。現在の鈴見坂小学校周辺は奈良県第一大区第一小区に割り当てられた。1874年1月15日、修学児童の増加により前述の私学公民教館は北三角村の合校院に移転し、また新社と名前を改めて開校した。正式には第一番小学と称し、 学生発布後に奈良町で最初に開校した小学校となった。また、東の坂の光レンジには、聖金社と呼ばれる私学校があり、奈良市立椿小学校の前身にあたる私学校の分校となっていたが、聖金社はまた新社の創立と同時にまた新社の分校となった。創立時の在校生は、本校192人、分校18人であった。 授業料は当初月額6002リンゴものであったが義務教育を行う観点から1875年には無料となっている。1875年7月前年に半田横町で開校した小学校が廃校になりまた新社に統合された。就学児童の増加と相まって創立から1年余りで教場の狭さが目立つようになった。 また新社の創立当時、小学校の正式名称は、第一番小学のように番号で呼称されたが、後に、名称は自由になり、奈良町では少なくとも1877年頃までに、小学校の正式名称が地名を冠した校名に、改称されている。また新社は、北三角小学校、青金社は、東の坂小学校と呼ばれるようになった。 北三角小学校の校舎である五校院の老朽化、狭さを憂いた奈良県第一大区第一小区の有志は新学校を求める活動を行った。活動が実を結び、1878年7月5日、東大寺総持ち院の建物、建具、庭石などの一切を東大寺から譲り受けする契約書が交わされた。契約成立後、 北三門小学校は直ちに移転を開始し、東大寺総持ち院が所在する造調和座、増市町技、鈴見坂という地名から公名を鈴見坂小学校と改称する。同じ1878年、笹鉾町会所に設置されていた、裁縫学校を鈴見坂小学校に移し、裁縫科が設けられた。この時裁縫科の教壇に立った、立花隆子は、 奈良県発の女性教師であるとされる。1882年頃の学校の様子を申告した資料を見ると、校区内の人口は4843人で、そのうち学齢児童が827人存在した。その時の津住坂小学校の生徒数は495人となっており、就学率は約60%であった。高知は2端8歩で、 建物が6棟存在した。1年間の学校経費は1169円80銭。このうち403円83銭は、校区内の各個、1個平均約2円3銭の、居室金で賄われていた。職員は、教員2名、補助員8名、助手1名で、すべて男性であった。1883年には、文校の東の坂小学校が、本校に統合された。 1886年に発布された小学校令により、小学校を3年もしくは4年生の尋常小学校と4年生の高等小学校に分け、修行と修行の期間を1月修行を12月修行から4月、修行を3月修行に改めることになった。1887年。 鈴見坂小学校は尋常化を担当することとなり、名称を鈴見坂尋常小学校に改称する。さらに、家庭の事情で尋常化に就学困難な児童のために、授業料無料の簡易化が設置された。尋常化設置に伴い、校庭や教室が増築されている。1898年には、市制志向による奈良市が誕生し、鈴坂尋常小学校は、 奈良市の尋常小学校となった。1900年には小学校令が再度改正され、尋常小学校が4年生に統一され、義務教育化された。さらに、尋常小学校では授業料を徴収しないことになった。1897年頃、鈴見坂尋常小学校では、修身、読書、作文、修士、算術、体操、図画。 章下の強化があった。児童は和紙を閉じた学習ノートに筆で記録を取りながら学習に取り組んだ。算術などの授業には筆記に誤りがあっても取り消せるように石板や黒塗りした三、つおりの厚紙に石木を用いて筆記していた。先に述べた1900年の小学校例改正では高等小学校が2年もしくは4年生に改められた。 文部省は尋常小学校に2年生の高等小学校を併地することを奨励していた。この流れにこうして1904年、鈴見坂尋常小学校に2年生の高等小学校が併地され、公明を鈴見坂尋常高等小学校に改めた。さらに1905年には鈴見坂実業補修学校が併地される。実業補修学校は、 日露戦争後の産業活況に対して即戦力となる人材の養成を担う目的で奈良県が県下の小学校への平地を奨励した2年生の学校である。鈴見坂実業補修学校は義務教育年限が6年に延長された翌年の1908年まで続いた。1905年には奈良県学齢児童の就学率は99%に達していた。 1907年に再度小学校令が改正され、尋常小学校が6年生となり、義務教育年限が6年に延長された。従来の高等小学校は尋常小学校後、6年に統合され、尋常小学校の上に2年もしくは3年生の新しい高等小学校を設置することになった。鈴見坂尋常高等小学校の高等科は尋常科に統合された。 家庭が2年間伸びた分、児童数が自然増加したため1910年には教室を2つ増築した。しかし、新しい高等小学校はしばらく設置されなかった。新しい高等小学校が設置されるのは1922年まで待つことになる。その他1907年の小学校例では、新旧、卒業が試験による認定から、 成績交差による認定に変更された。1910年、奈良市は、従来の市立各小学校の統廃合を実施した。鈴見坂神城小学校周辺では、鈴見坂神城小学校、朝日神城小学校の学区を統合し、奈良第三神城小学校が設置された。朝日尋常小学校は1874年、大津山において強者、名を教舎、 第5番小学として創立し、その後大津山小学校、大津山尋常小学校、朝日尋常小学校と変遷を遂げた小学校である。奈良第3尋常小学校の本校が、元の鼓坂尋常小学校に、仮教場が、東向き北町の元の朝日尋常小学校に、設置された。それぞれ、鼓坂教場、朝日教場と呼ばれた。 朝日教場には、元の朝日神城小学校の児童のうち、第1学年から第4学年が収容されたが、翌年の1875年に廃止されている。1912年には、児童数増加に対応するため、本館や教室などの増築が行われた。1922年、奈良第三神城小学校に高等科が設置され、公明を、 なら第三人情を高等小学校に改称する。高等科が設置された、当時の児童数は尋常科が1066人、高等科が116人であった。学級の編成は尋常科が男女合同編成、高等科が男女別編成であり、担任は原則として進級した学級を持ち上がりで担当していた。教育の方法として、 奈良第三人上高等小学校では、郷土教育を採用し、研究、実践された。ここでの郷土教育とは、各科目を教授する際に、郷土の教材や、日常の生活を取り上げ、郷土や、生活共同体への愛着、理解を重視した教育を施す教育方法である。校内には、郷土室が設けられ、校区を中心として、奈良市の歴史、地理、 政治経済、産業など、生活全般に関わる、資料、他の地域との対比を行うための資料が集められ、研究が行われた。1924年には、創立50周年の祝賀会、祝賀行事が取り行われ、効果が制定された。1926年、青年訓練書令に交応して、奈良市第三青年訓練書が発足した。 1935年には青年学校に衣替えし、軍事教練を重視するようになった。1934年には室戸台風により校舎が大きく破壊された。坑道は北側に傾き、校庭には大きな木が4本、塀を破壊して倒れ込んだという。坑道は1936年に再建され、鉄筋コンクリートの純和風の建物となった。 この行動は2008年現在でも、現役で使用されている。現、京都府道、奈良県道754号木津横田線、国道24号ほか、平成19年3月6日、教育国時第7号幸福寺僧侶の有志が、文武領道を教授する施設。1868年、幸福寺法蔵院に開設されていた。 奈良の歴史91ページ2010年1月1日放送の通会アカシア電子大正月スペシャルにて番組企画として本校を訪れムササビの剥製も紹介された。木村正夫の史摘ヒストリー。木村正夫の事務所。ありがとうございます。